はい、買ってきました。今回はね、これが切れたのとセットでこれも切れたんで、これはね、まあ、切れたというかチカチカしだしたんで今のうちに買ってきたということでございます。この2つ入りの使いましたね。やっぱりね、こういう時って束で買うんですよね。でね、ちょっと気になったことがあったんですけど、いいですかね。今ちょっとバックして進ませながら行きますけど、ちょっとね、混んでますね、かなりね。混んでるんで仕方がないですね。気になったことっていうのは、駐車場も混んでたんですけども、まあ、当たり前のようにレジもね、キャッシャーも混んでたんですよ。で、会計の処理がすごくね遅くって、まあ、私2番目に並んでたんですけど、レジが4台空いててどっこもね開かないんですよね、なかなかね。これいい言い方をすれば、一人一人のお客様に丁寧に対応してると言えますけども、後ろの方で待ってるお客さんはね、やっぱこう待たせてるわけじゃないですか。なので過剰に丁寧にすると、まあなんかそれ難しいんですけどね、後ろの行列がすごく伸びちゃって、で待ってる人の中にはね、その行列があっただけでもう並ばずにもういいやって帰っちゃう人も出ちゃわないかなってね、私が心配してもしょうがないんですけども、でもどっちを取るかですよね。レジで会計してる人にもう丁寧に声をかけて、放送もピチッとやるか、後ろの人が並んでる時にはある程度端折ってね、どんどん今度回転させていくのがトータルでの親切なのか、悩ましいですよね。やっぱこう、なんていうんですか、ある程度声をかける、なんかいくらいくらでございますみたいなのあるじゃないですか。あれを短縮したりとかね、あと並んでる方とかレジに行った方はすでにカードならカードを、必要なものをこう手に握りしめて、で必要な会計をね、現金だったら現金である程度の金額をね、例えば3860円とか買ったんだったら5000冊1枚握っとくみたいな感じでやっておくのも、なんかね、お互い様みたいな感じかなと頭の中で思うんですけどもね、別にいちいち指図はしないんですけども、なんかぼーっとそんなこと考えながらね、人には言えないけど自分だけはやろうかなみたいな。私の場合カード決済なんで、カード1枚用意しておくだけなんですけどね。でも本当に私の場合早いんですよ。じゃあカードでお願いします1回ですって言いながらレジに踏み込んで、で袋もいりませんっていうふうにね、言えば商品渡した時にピーッとやってね、暗証番号を押して終わりですから、本当になんか20秒か30秒くらいで私の場合終わっちゃうんですけどもね、やっぱりこういくらいくらでございますっていうふうにレジのところに並んだ時に言われて初めて財布を開くとかね。で財布を開いただけならまだいいんですけども、例えば3860円だったらなぜかね、860円をギリギリ直帰し出そうとして手こずるみたいなね。やっぱり大きめのお釣りをもらうような前提で4000なら4000、5000冊1枚なら5000冊1枚出してお釣りを要求した方が、今レジっていうのはお釣りが自動的に出るんで、本当に一瞬でバーって出てね、確認も早いですからね、そっちの方がいいのかなと思いますけども、なんかそのお客さんの立ち位置としても丁寧にやろうとすればきっちり払った方が丁寧だろうなみたいな感覚ありますよね、やっぱりね。今自動レジなんでお釣りが自動的に出ますから、だからきっちり渡すよりもお釣りを要求するように、ちょっとオーバーしてきっちり3000とか4000とかっていう切り板で払った方がね、なんか全体的に多分お店の人も助かって、お釣りも間違いにくいし、なんか全部いいんじゃないかなと思いますけどね。そういうことね、ぼーっと考えながら今日は並んでました。まあそれだけなんですけどね。皆さんもね、同じようなこと思うと思うんですよ。で、気づいた時には、人がやってないのを見てイライラするんじゃなくて、自分だけやっていこうかなって考えれば、まあそういう人が徐々に増えればね、自然とみんなやるようになって、何もかも早くなるのかなと思っちゃったりね。あとなんかこの Amazon Go じゃないですけども、無人店舗でスマホ自動決済みたいなことになると、そもそもレジに並ばなくていいんでね、売り場から商品をムンズッと掴んで、そのまま店の外に出たら、自動的に料金が引き落とされるみたいなね、なこともあるのかなと。ただその場合、残高不足の人がそれをやったら、どうなるんですかね。出口を出た瞬間にピピーと捕まるのか、それとも会計が足りませんみたいな警告かなんかが出て、そしたらなんか足りなかったんだみたいな感じで
その場でチャージなり、ね、消費者の方するのかなと思っちゃうとね。だから自動レジも、なんていうんですかね、ある程度の金額チャージしてないとね、でも分かんないですよね。10万チャージしておいても、あの洗濯機とか20万とか30万するじゃないですか今。そしたら洗濯機買ってくわっつってね、なんか足りなかったみたいなことも起きるし、まあ洗濯機はでかいものだから会計が足りなければね、あの商品を送らなければいいってことになりますけども、じゃあなんかハードディスクを8000円ぐらいで買ったのに、その手元のスマホ自動決済には5000円ぐらいしかなくって、で出口出たらどうなるのかなみたいな、やっぱりこうドアが開かないみたいな措置になるんですかね、うん、そういうのも込めてちょっと試してみたいなと思うわけなんですけどね。うん、ちょっとサンルーフ開けようかな。どうですかサンルーフ開けたら、ちょっと開放感に満ちたような感じになります。でチリトンにしてみましょうか。あ、チルトになんない、オープンにしちゃった。チルトはね、これですね。こうするとタバコを吸った人の煙がここから抜けるんですよね。ただエアコンがもったいないんで、やっぱ閉めとこうかなってことです。でサンルーフって吐きてついててもね、あまり役に立たないんですよ。夏場にサンルーフ開けとくと暑いしね。冬場はまあいいのかもしれないですけども、サンルーフ開ける意味あんまりないですね。ただサンルーフがあるとなんかちょっと得した気分がするっていうかね。やっぱりこういうのはティーバールーフかオープンカーとかじゃないと、ちょっと申し訳程度にね、こうやってサンルーフがついてるぐらいのものはちょっといいかなみたいな感じで、実用性はあんまりないかなと思いますね。私の場合ここにね、雑誌を入れといて、こういう風に閉じて雑誌をこうやって、ね、出したりとかしてたんですけども、ある時雑誌が奥の方に入っちゃってね、巻き込んでしまって出てこなくなったみたいなことがありましたけどもね。当時あのセドリックの Y32 とか乗ってたんですけども、その時のあのサンルーフはそんな感じでした。セドリックはね1回きりだったんですけども、事故で壊してしまって、なんかすごく悔しい思いをしたんですけども、今ねこうやってセルシオン乗ってみたら、やっぱりトヨタだなと思いますね。この静かな走り、それでいて力強い。あ、幼稚園児みたいな方がいる。今ね妊娠中のお母さんが一人ね、2歳かそこらの女の子を連れてこうやって歩いてましたね、日陰を。なんかやっぱり家の中ばっかり にいるんじゃなくて、多少暑くてもああやって出かけていくんですよね。で子供はちょっとね、うちの子と違って見えたのはすごく静かに歩いてるんですよ。うちの子はもう手を引っ張ってね、もうダッシュでもうあちこち行きそうな、それこそちょっと多動気味なんじゃないかなと思うぐらいなんですけども、多動力があるのかな、やっぱりものすごいですよ。ダッシュしたらズバーンと走ってって頼もしいですよね。まあそういった個性があって家の中でものびのびとやってもらってるんでね、あの本当駆けずりもありますよ。一畳あたりがちょっと大きいんですよね、うちの家は。和室なんですよ。もう本当に和風建築っていうんですかね、日本、まあ外見は日本家屋じゃないな、なんか箱型ですからね。で多少ちょっと屋根が三角形になってるみたいな。あ、でも昔の家といえば昔の家ですね。30年前の建物ですからね。正確に言うと32、3年経ってるのかな。本当になんかありがたい住まいだなと思いますけどもね。家もう一軒ぐらいやっぱ見ててもいいかなと思ってるんですよ。本当はねインドネシアにプール付きの永住地をちょっと作って、そこを法人化してね、なんかソッカー塾の第二本拠地にしようかなと思ったんですけども、ちょっと今回感染症のことで行けてないんですよね、向こうの方に。あとちょっとやっぱりインドネシア、なんか起きることがありますね、たまに。ちょっと気になることが起きることが、そういう時やっぱりどうしようかなと思っちゃいますよね。セコムがあるわけじゃないし。あ、ちなみに長嶋茂雄さんってセコムの CM やってるじゃないですか。でもセコムをかけていたのに泥棒が入って、セコムの株がなんか急暴落したらしいんですよ。本当は長嶋さんはね面白いですよね。解説しててもね、ここは打つと見せてヒッティングじゃないですかみたいなこと言って、何を言ってるのか分かんないですよみたいなお前シャープが鋭いなとか言って面白いですね。もう名言ですよね。やっぱりね、野球バカっていうね言い方したら失礼かもしれないんですけども、でもまさに野球は突き抜けてるのに、
うん、他のことはなんかね、本当普通の人みたいな感じで愛嬌ありますよね、長嶋さんは。あと新庄さんもすごい人ですよね。あの年でプロ野球受けるわけですから、あれプロ入団 OK にすればね、工業的にも美味しかったんじゃないかなと。で、実力も今でもプロで通用するような腕前ですしね、ちょっと惜しいような気がしますね、あれを手放したのは。はい、じゃあね、あの電球を買うたび、本当往復すればすぐ30分ですよ。で、まだ家路までありますからね。本当電球1個買うのにこれですから、だから通販したいんですけども、通販ね、まあたまにはこうやって買いに行くのもいいかなと。セルショーもね、ちょっと走らせてあげないといけないし、本当買っても走らないんですよこれ。本当プラモデルをなんか出窓とかに飾っておくような感覚で、駐車場代まで払ってね乗らんの、うん、でもどうしても欲しくなっちゃったんで止まんないですよね、やっぱそういうのはね。はい、じゃあちょっとね、一旦ここに停止して、あのお昼弁当を買います。私はお昼のお弁当、海鮮丼なりなんなりを、あの500円でね、丼丸っていうところでねやってるんですよね。ちょっとね、駐車場が入れにくい、車がでかいんで、変に入れ方したらね出なくなっちゃうんですよね。バックミラーで安全確認。よし、 OKOKOK、 それじゃあ着きました。